眼科専門医の平松です。今日はレーシック手術と白内障手術についてお話しようと思います。レーシック手術とは、目の黒目の部分を削って近視や乱視を補正する手術です。それによってよく視力が良くなる、要は眼鏡をかけなくてよく見えるようになるといって極めて一般的に行われている手術です。芸能人や、有名な方、また周りの方からの勧めがあって、やった方がいいよっていうふうに、勧められる。非常にこう時間としても短く終わるので、気軽にやられる傾向があります。もちろん短期的に、レーシック手術によってそういう不自由さが起きることもあるんですけれども、将来的な問題としてレーシック手術で眼科医が今問題としているのは、その後の白内障の手術です。レーシック手術は目の黒目の部分を削ってきれいにする手術ですけれども、白内障手術というのは年齢による目のレンズを取り去ってきれいなレンズに入れ替えるという手術です。で、この入れ替えるレンズというのが人によって度数が違います。強い度数や弱い度数を入れるんですけども、そのレンズによって、遠くが見えたり近くが見えたりすることができます。このレンズの計算に必要なのが目の黒目の状態なんです。レーシック手術を受けるとこの黒目の状態が正確ではなくなるので、思ったような度数にならないことがあります。例えば遠くが見えるようにしようと思ったら、もっと遠くにピントが合ってしまって日常生活ではとても使えない状態になるということもあります。ですから、レーシック手術をお受けになる場合、将来的に白内障は必ずきます。人間はほぼ 100% 白内障になりますので、その時にあなたがレーシック手術を受ける前どんな状態だったかというデータがとても大切になってきます。そしてあなたが手術を受けてから、白内障手術を受けるまでの期間というのはおそらく5年以上かかることが多いです。カルテの保存期間は一般的に5年です。5年以上経つと、捨ててしまうこともあるので、必ず自分でレーシックの治療前のデータをきちんと保存しておくということがとても大切になってきます。役に立つ情報を配信していきたいので、こちらの登録ボタンを押していただければそれが見れるようになります。スマートフォンの方は下にある欄から登録をしていただければと思います。